こんにちは。今回も新三国無双2無双モード周遊編やっていきましょう。次が3ステージ目やね。次が3ステージ目で、五軍攻略戦。やったことないな、ここは。竜陽が敵か。これあれやね、孫作が多分そこまで有名じゃない時のお話かな。孫作おるよね、多分。孫作ね。ほら、孫作。勝敗条件、孫作の死亡。勝利条件、竜陽元、元八個、王老の撃破。ということで。さあ、行こう。一応天心と浮津の場所はさっき見たんで、それも取りながら行きます。孫作、よう周遊、どうしてここに？何？君が動くときは力になろうと決めていたからさ。ここは幼馴染みだよね、確か。それに君を狙って動き出した軍があることも伝えようと思ってね。そうか、俺はのんびりしておれんな。しかし買いかぶられたものだ。近くない？まだ国も持たんというのに。孫作そんな喋り方やったっけ。あ、来た。大凶小凶かわいい。さあ行きましょう。元八個。長英をやるじゃねえか、面白い。よし。敵将打ち取ったり。で、あれ何？チンを。俺たちもボタボタしてられねえぜ。チンを。よし。倒しました。こいつを倒して、武器が欲しい、武器が。武器じゃない。あ。よし、買い物。石飛ばどこ行った、石飛ば。あれ？ここら辺なかったっけ？天心って。これか。これや。固定糸が欲しい、固定糸が。固定糸って言うの確か。チャージ後の時。それも面白くてもね、ちょっと。徐行のマイル全力で参られよと、シューの固定糸と、あとなんかあったかな、真似ちょったの。なんかあった気がするんやけど。またそのうち出てきたら思い出すと思う。ああ、拠点兵長にやられた。もう隙間から入ってくるなよ。もう、うまいな、うまいな。お前らコンビネーション抜群かよ。よし、お前がなんでこれに盾つくんじゃ。オーローじゃない、これ誰や。何これ誰。カンマ。そんな名前じゃないや、多分。よし。で、下向いていこっか。俺たちもムタムタしてられねえぜ。こんぐらいマップがコンパクトやったらやりやすい。弓が来た。弓が来た。くそ。太子陣も使いたいな。
開始時の攻撃も結構好きなやつ、音がバスっていう。開始時だけドンキで殴ったみたいな。あ、強いな。無茶するんじゃねえ。体質強いね。新鋭隊長どっかにおらんかな。そう、どこや。やっぱりこの弓はダメやね。弓はほんとダメや。やばい。いいか、無双ランブが効かん。無双ランブが、いやーマジか。友軍と合流いたしましょう。よっしゃ、拠点倒した。で体力がここら辺にあったな。いや、やばいっす。よし、あとちょっと。やばいっす。あー、いいか。孫策、これでは間に合わん。何が？軍を分けて同時に敵に当たろう。お、上策だ。お前、考えろ自分で。隊長に従い、敵を確保撃破しろ。上に立つ器じゃないんか。もうちょっと考えてほしいよね、孫策に。おお、上出来だなぁじゃない。上策か。上策だなぁじゃない。ここで、回復か。あれ、ないな。これか。フル。よし。で、下行こう、下。さあ、原発庫おったよ、原発庫が。運が悪かったようだな。覚悟しろ。声渋。寛平の声やん。もう、これ当たるよね、絶対。あそこにもなんかおるな。こいつが下っ端か。よし、原発庫を倒す。原発庫、俺たちもムタムタしてられねえぜ。おい、ここら辺がね、三国志がしっかり始まる、まあ始まっておるんやけど、まあ始まるちょっと前ぐらいな、なんか元祖武将みたいな感じやけん。曹操とかあそこら辺とはちょっと時代が違うよ、というか。曹操たちが全然無名の頃から、無名の頃にそこそこ名を上げとったやつらやん。逆に言えば古株？古株みたいな感じやな。古株やけん。ああ、待って待って待って。ここら辺確か、え、浮きつあったはず。浮きつがどこかにあったはず。浮きつが。これか。違うな。浮きつどっかなかったっけ。これか。あれ違う。あれ浮きつどこ行った。
キツがどっかにあるはずなんだけど、増えた。これか。さあ、あとは右下と右上に行ったらいいかな。テイフってさ、三国無双セブンとかエイトってボス化しとったっけ？ボスというか、キャラ化しとったっけ？関東はね、なっとったよね、確か。関東はなっとったけど、テイフって、記憶にないよ。なっとったかな？宝箱来い。あ、アイテムあった。ラッキー。アイテムは取っときたい。真空書が欲しい。あれ？いや！ムーボタンが少し弱いです。緊急時の、あー、くそ！マジかよ。どっから撃ってきよる。どっから。竜葉かな、これ。はい、僕でございます。うわー、やばい。えい、あー、くそ、めちゃくちゃガードされる。竜葉もボスか、確か。え、違うっけ。竜葉原発光オーロやったよ。おい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 、マジかよマジかよ。あー、もったいね。よっしゃ。打ち取ったり。で、あとはボスを倒すだけ。あとオーロだけが残っとるけん、オーロを倒しに行こう。俺たちもモタモタしてられねえぜ。俺たちもモタモタしてな、していられねえぜ。よし。中席かな。オッケー。敵将打ち取ったり。あとはオーロだけ。オーロ倒すと弓矢を避けながら。2の弓矢ね、倒しにくい剣じゃないよね。あの上に構えてる弓矢とか、弓で倒すか見張り台に登らんといかんけん。連合軍の大将オーロ。拠点を潰すか先。なんでお前が後ろに回った俺の後ろに回るんだ。あー、くそー。おい。よし。範囲でかい。
護衛兵邪魔。護衛兵、あとパワーガードがうまくいかん。どうやってしょったっけ。くそー、くそー、無双乱舞が効かん、ボタンが効かん、丸が一発目絶対効かん。よっしゃ、ここまでじゃ。あ、盾が取れたのに、盾取れたのに。うん、はい、ということで五軍攻略戦が終わりました。斬鉄剣、斬鉄剣、鉄剣、コンカー範囲かな。うん、弱い、非常に弱いです。やっぱり普通難易度なのでそこまで強くはないんですね。はい、ということで、まあ、今回はねここまでにします。じゃあ次何個目、次 4話目と4ステージ目かな、また次の動画で。じゃあお疲れ様でした。